回はツイッターでフットサル系の情報を発信してフォロワーが8800人を超えている方にイプシロンの解説をしていただきました。イプシロンに対してなんですけれども、まずイプシロンっていうのは、まあ、相手は最初から前2枚、2列目、3列目っていう形をとって、まあ、狙いとしてはゾーンディフェンスの一種なんですけども、最初から例えば前に強いピボがいたりとか攻撃の選手がいるんだったら前に残した状態 で3つのラインを作って、ピボのコースも消えてるし、相手の3枚のオフェンスに対してディフェンス2枚で対応しながら、全員が前を向いた状態を作って高い位置でボールを奪いたいと。そして、まあ、攻撃に前の攻撃のタレントを生かしてフィニッシュまで持ち込みたいっていうような形のディフェンスです。で、それに対して噛み合わせ等を考えてオフェンスはどうしていくかなんですけど、攻撃の方で狙いたいのはまずディフェンスの何が弱点か、何がずれてるかっていう部分で言うと、まず最初の時点で1個マンツーマンディフェンスと違ってやってないことは枚数の合わせるっていうことをやってないです。オフェンスに対して枚数を合わせて守っていないので、最初からずれてる状態ができてるので、そのズレをどういうふうに攻略していくかっていうところがポイントになるのかなと思ってます。特にこれはゾーン気味の守り方なんですけど、攻撃の方法としては数の優位を生かすか、位置の優位を生かすか、人の質の優位を生かすか、あと社会的な優位性っていうのもあるんですけど、そのどの優位を使っていくかってことで、このディフェンスに対しては数の優位、位置の優位を使うと攻略がしやすいかなというふうに思います。一番簡単な攻略方法なんですけど、キーパーが持っているときにシンプルにこのアラ2枚が出てしまう。そうするとここではもう1と数の優位ができている。この3番のこのディフェンダーに対してもう2枚になっているので、どちらかは必ず開くんで、開いた方にシンプルに出して、そこからここも2対1の状況になるのでフィニッシュまで行ってしまう。これが、まあ、最も簡単なイプシロンの攻略方法になる。根本で言うと、最初の、まあ、セットの下時点、セットがすごく重要なんですけど、そのセットした時点でのズレをそのまま島につなげていってしまうということがシンプルな考え方になります。で、2つ目としては、まあ、このズレてるところの、特に例えば真ん中の選手、フィクソが持った時に、ここが1枚出てしまう。まあ、これも結構よく、起こり得ると思います。すごくこれだけでも崩せちゃうっていうシーンはあるので、簡単にこういう方法を取っていく。で、僕も相手にこれ自分たちが結構やられたのがあって、まあピボがここを来て、でこの時にもう1枚ゴーしちゃう。ゴーしちゃう。でイプシロンなんでこれは残るんです絶対。残ってここがもうロングボール。ロングボールを出して。シンプルにこれ2対1を作ってしまう。で、フィニッシュまでつなげる。もしくはもうこれ1枚、2枚来てしまう。2枚来てしまう。そうするとこれもどっちにつか迷うんで、こっちにつけば開くし、こっちについてここ、セカンドボールの回収。で、フィニッシュまでつなげてしまう。っていう形で、まあ、攻略をするっていうことが結構シンプルな、走って、優位を生かすという形は、イプシロンに対しては、有効なのかなというふうには思っています。今回はイプシロンの解説をさせていただきました。解説の議題について、以前インスタグラムの方で募集させていただいた際に、プロミネンス新潟アットホームラボ様の監督様よりメッセージをいただき、今回のイプシロンについて説明させていただきました。また今後も解説等やっていければなと思っておりますので、チャンネル登録していただければ幸いです。以上です。